東京足立区で5歳の幼稚園児が誘拐され暴行されて重傷を負う事件が起きたが、逮捕された小野悦雄容疑者59歳は22年前千葉県松戸市で発生した OL 殺人事件で逮捕起訴され、2審で無期懲役、2審で逆転無罪判決を受けた冤罪事件の主人公だった。いいおじさんかなと2回ぐらいだけど思ってたのよ。だから今回のことでたんまげちゃって、私人を信用しちゃいけないなと思って。さらに事件は意外な方向に発展した。今年1月、同じ足立区内で女性の首なし焼死体が発見された。現場近くから死体を運んだと思われる体液のついた布団が発見され、DNA 鑑定したところ、小野悦雄容疑者の DNA と一致したのである。一致したのは DNA だけではなかった。問題の布団の花柄を、小野容疑者の自宅にあった布団の花柄も同じだったのである。次々と明らかになる新事実。まず発端となった幼女誘拐事件から話を進めよう。今月21歳の少女が8歳の姉と遊んでいました。日曜日の午後ということもあって、公園内周辺には複数の人がいたそうです。その時すでに公園の周辺をうろついて様子を伺っている小野容疑者の姿をその中の何人かが目撃しています。そして小野容疑者は姉妹に一緒に遊ぼうと言って声をかけます。しばらくして姉の方がまた別の場所にいるお母さんのところへ行くと言ってこの公園から出て行ってしまうと、小野容疑者は残された5歳の少女にもっといいところに連れて行ってあげるから乗りなさいと言葉巧みに誘い、自分の自転車に乗せこの公園から去って行ってしまいます。あんま見かけない人で、それで見かけたんでなんか変かなとはちょっと思いました。目当てすぐそのまま歩いて行っちゃいましたけど。小野容疑者の自宅はこの公園からわずか100メートル足らず。彼は日頃お小遣いをあげるから遊びに来ないかと幼い女の子に声をかけていたという話も出ている。自転車に少女を乗せた小野容疑者は西の方角に3キロほど離れたこちらの公園にやってきました。ご覧のようにこの公園は大変広く、また造成中ということもあってあまり人気はないところです。おそらく小野容疑者は自宅に少女を連れ帰り大声で騒がれることを恐れて屋外での犯行に及んだものとみられています。小野容疑者は泣き出した少女の口を手で押さえるなどの暴行を加えた後、首を絞めるなどして失神させ、ちょうどこの辺りに少女を放置し逃げていったものとみられています。二人というか目は開いてましたけど、もうでも泣いても、あの泣いてなんていうの、うつろな感じっていうのかな、あのぼーっとっていうかそんな感じなんだと思うんですけど、もう泣いてはいなくて、だからぼーっとっていう感じなのかな、ちょっとわからないですけど。捜索2日目を迎えた容疑者の自宅です。小野容疑者は数年前からこちらの団地に住んでいたようですが、 2,3 人の飲み友達を抜かしたほかはほとんど近所の人との付き合いはなかったようです。おとなしいように見えるね。おとなしそうに見える見える、すぐ喧嘩仕掛けてくるとかそういうタイプじゃないよね。小野悦雄容疑者の名前がマスコミに初めて登場したのは22年前の千葉県松戸市で起きた OL 殺人事件だった。当時18歳だった信用組合女子職員が松戸市今橋の造成地で全裸死体で発見され、小野容疑者が暴行して殺害したとして逮捕起訴されたのである。しかし一審で無期懲役の判決が下ったものの、二審で逆転無罪判決となった。あまり頼りない、気の弱そうな、しかし性格的にはちょっと少しだらしない面もある人物かなという印象。
首なし女性焼死体事件は今年1月同じ足立区内で発生した。死体は焼かれた後、首だけがノコギリのようなもので切断され持ち去られたとみられている。すでに述べたように死体を運んだとみられる布団についていた体液の DNA と小野容疑者の DNA が一致。さらに布団についていた花柄も小野容疑者の自宅の布団と一致した。ここが首のない女性の焼死体が発見された現場です。女性の遺体はまさにこの場所で焼かれました。ご覧ください。ここには未だに焼け焦げた跡がこのように残っています。遺体はここで焼かれた後、ずっとここを引きずられて行き、そしてあちら側にあります車両置き場へと運ばれて行きました。警察も現在この事件と小野容疑者との関連を取り調べ中ですが、実は小野容疑者の自宅とこの現場はわずか600メートルしか離れていないのです。驚いたことに、この現場でも小野容疑者を何度も見たという証言を私たちは得た。新聞見て、あ、この男は見たわって、ここに入ってきて俺に3回に、俺にね、お前何しにこんなとこ入ってくんだよって。勝手にこの中に入ってきてたわけですね。いけないよ、こっちはね、変なね、薄に悪い顔して、こうってね、睨み返すような感じで、そこ、すーっと向こう行って、布団に包んだと思われる死体を犯人はどのようにして現場の空き地まで運んだのか。当初から疑問視されてきたが、これまでの調べから死体を運ぶのに使われたのはリヤカーであることが明らかになった。現在警視庁では小野容疑者から詳しく話を聞くとともに、リヤカーの発見を急いでいる。いくつかのやったのではないかと思えるような証拠もあると報道はされておりますが、本人は強く否定しておるとのことでございますので、これについても直接証拠を調べていない私としては、やったのかもしれないし、やってないのかもしれないと申し上げるしかないですね。自宅というのがこちらにあるんですが、小野容疑者現在は5歳の女の子の誘拐殺人未遂容疑などで逮捕されているんですが、この女の子に声をかけ連れ去った場所というのが、容疑者の自宅からわずか100メートルから200メートルぐらい、本当に目と鼻の先のこちらの公園です。そしてここで声をかけまして、自転車に乗せ女の子を距離にして大体 3,4 キロの場所でしょうか、こちらのやはり公園の方に連れて行き犯行に及んだわけです。で、現在警察で小野容疑者との関連というのを追及しております。首のない女性の焼死体事件についてなんですが、この女性の焼死体が発見された場所というのも、やはり小野容疑者の自宅からわずか600メートルほどしか離れていないところなんですね。で、先ほど VTR にもありました布団なんですけれども、体液の他にも被害者の血痕もついていたというんですが、この布団が発見されたのもやはりこの焼死体が発見された場所からわずか 7,80 メートルの公園なんです。で、ご覧のように非常に狭い範囲に集中していることがお分かりいただけると